アタ神社アタ神社は、茨城県土浦市下高津二丁目八番一号に、ある神社。江戸時代は、アタゴ権現と呼ばれていた。旧社格は孫社。旧三戸街道沿いにある神社で、桜川右岸の第一斜面に鎮座する。かつては、霞ヶ浦を一望できる、風光明媚な場所で、アタ神社の女神明かりが、灯台の機能を果たしていたという。参道は、 旧三戸街道がある東向きに面し、手すり付きの階段がついているが、裏手の上福寺から直接入ることもできる。社殿のすぐ裏手まで駐車場や墓地が迫っている。あた神社の参拝者用駐車場は、旧三戸街道の道向かいにあり、その隣には、教皇18年建立の下高津の道標がある。江戸時代、 下高津村の鎮守であるとともに、土浦町の表記門の仕事された。桜川に架か,かる銭亀橋の先にある大町交差点の付近に、土浦町高津口が位置していた。香取神社、天馬神社、富士神社、稲荷神社の4社がある。稲荷神社は、高津稲荷神社の1名がある。夏に、祇園祭りが行われている。毎年2台から3台の出汁が出る。 創建は、天行年間、平定森が、戦勝祈願のために、かすぐると地名の心霊を勘定したという。戦国時代、土浦城主となった菅谷井を守る勝貞さだが崇敬し、祭礼を行った。江戸時代、漢文9年に、土屋数字家が土浦城主になると、あたご神社を表鬼門の仕事するために放祭し、社殿等を改築したという。 土屋数字化の宝材を遠方7年とする資料がある。元禄12年に社殿が消失し、文化8年に現存の社殿を再建した。むねには土屋氏の家紋である三井氏紋が廃されている。明治15年4月、孫社に別格した。ありがとうございます。